こんにちは。はい、こんにちは。先生の名前をお願いしたい。あ、僕の名前、はい、あ、私北方って言います。ジャムの FWBC の担当をしています。はい、あと、どこの団体でここに来てますか？うん、あの今言いましたようにジャムっていう日本の労働組合ですよね。はいはい、FWBC が結成された時からその活動を応援をしています。はい、そういう労働組合です。はい、あ、今日のためにちょっと話したいんですけど。はい、お願いします。まあ10回目っていうね、その節目の大会ですので、この間あのいろんな皆さん方の努力の中で組織も大きくなってしっかりしてきましたし、運動もそれなりに前進をしていますのでね、そういうものをしっかりとこう全員で確認をしながらね、新しいこれからの10年へ向かってスタートできる総会になればいいなと思って参加しています。ありがとうございます。はい、どうもどうも。失礼します。아쿠아로 FWBC 아테이오니라간온라이오비어따야오데야마무라선생선생님몇몇마피빠시건니치와인글라바인글라바선생님의이름을お願いします。私は야마무라と申します。ドクター医者をやっています。はい、선생님은ビルマの会議、今日の会議を何回で来てますか？覚えてないくらい来てます。何回かな、5回、6回ぐらい来てます。あと今日の総会だと5、6回だけど、ビルマの労働組合の小さな、ミーティングはね、もう何十回となく来てます。あと今日のために先生の話したいのはちょっと聞きたいです。お願いします。今日の話は、災害の話ですね。地震の災害で東北地方で津波が起きて、地震が起きて津波が起きた、それから福島の原子力発電所の事故、放射能被害がどのようになっているのかというようなことを、その被害をどうやって、日本社会が立ち直っていくのか、そのためには日本人だけではなくて外国の人たちにもぜひとも手伝ってもらいたいし、もちろんビルマの労働組合の人たちにも一緒になって手伝ってそこ、回復していきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。こんにちは。あ、こんにちは。先生のお名前よろしいでしょうか？はい、港町診療所というところに勤めております、医師の富田茂です。今日の FWBC の会議で先生が初めて来てます。はい、先日あのビルマ市民労働組合の、開催しましたあの腰痛防止のワークショップの時に、あの 職場での働く人たちの、 あの腰痛予防ということでお話をさせていただきました。その時にあの皆さん非常にあの一生懸命私のお話を聞いてくださいまして、で非常に一生懸命やっている労働組合だなというのを感じました。そしてあの今日もあの先ほど少しお話しさせてもらったんですけれども、やはりあの働く人 の怪我やあの腰痛に限らず、あの健康を守るということはとてもあの私たち医師にとっても大切なことです。であのこちらの労働組合はあのそういう予防、働く人たち あの健康ということをとても一生懸命考えてあの勉強しようという姿勢があの私には非常に強く感じられます。でそして特にあの日本にいてあの、外国の方、日本語がわからない、もしくはいろいろなあの社会的にあの不利な立場にいる方もいます。そのような方たちが健康をあの病気になったとき、怪我をしたときなど
とても心細くて不安になると思います。でもそういう時に一人ではどうしようもないことでも労働組合でみんなで相談したり考えたりすることでいろいろなことが解決すると思います。10年頑張ってこられたということをすごく私は大変なこともたくさんあったと思いますが立派なことだと思ってとても尊敬します。で今日は10周年のとても大切な会議があると聞いたので私実は今他の仕事の途中なんですがちょっとお昼を食べに来ると言って抜けて出てきました。で今日皆さん非常に目がこう真剣で輝いていて服もいつもと違って何か皆さん綺麗な服を着ていてとても素敵な会だなと思いました。今日来てよかったです。ありがとうございます。今日は先生の仕事中でわざわざ来てくれたのにありがとうございました。すいません。はい、今日はとても綺麗な服でいつも綺麗ですけど今日は一段と綺麗で、ありがとうございました。はい、ひみさんもかっこよかったですね。そうですね、はい、ありがとうございます。こんにちは。忙しいのにこの会議をいていただけてありがとうございました。先生のお名前お願いします。自己紹介ですね、はい、アムネスティインターナショナルジャパンターナーコイクマザワティーパーでクマザワさんですか。はい、今日ビルマのいろいろ大変なことがあってそれでビルマの皆さんに話をちょっと聞きたいんですけど、はい、お願いします。はい、先ほども言われましたように、ビルマではですね、ナーパがなくなってですね、新しいガバメントになったんですが、やはり軍事政権であることは変わりませんし、難民として日本に帰っている人がビルマに帰国することは今はできません。ですから、皆さんはやっぱりこれからも日本に住んでいくと思います。で、日本では今度震災があってで、ビルマの人もこれから例えば仕事がなくなるとかそういった困ったことがやトラブルがたくさんあると思いますのでそういった時にこういう FWUBC が協力してですねビルマの人がこれからも日本で住みやすいように暮らしやすいようにしていくのが大切だと思います。今ビルマの新しいのガバメントを先生のどうと思いますか。これはですね一応SPDC、ナーパで亡くなってですね、ナーパが亡くなったわけで、今普通の政府のような感じですが、やはり中身は今までの軍事政権と一緒です。元のナーパと、同じ人が政府にいるわけですから全然変わりません。ですからやはり、怖い政府で人権や民主主義のない政府だということはもちろんです。あと WUPC の会議を先生の何回来ていただきましたか。6回ぐらいですかね。はい、はい、今日ありがとうございました。はい、どうもはじめまして。先生のお名前を教えていただけますか。津田太郎の秘書の渡辺と申します。本日のために先生いていただいて忙しいのにありがとうございました。どういたしまして。今日ビルマのなんか先生の話したいのことをちょっと聞きたいんですけどよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、先生の、はい、今日のためになんか少し話してもらってますか。はい、はい、津田太郎はジャムの出身でジャムの職員の時代にこの FWBC の結成に関わってきて今日は10周年という形で本当におめでとうございます。ありがとうございました。あとビルマのいろいろ大変なことだって先生のどうと思いますか。ジャムあるいは連合そういった形とともにですね八太郎も全力を尽くして頑張りたいと思います。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。